どうも、キモッペです。皆さん、今日ニュース見ましたか？札幌の都心部でヒグマがね、出てしまったんですけれども、何の因果か143年前に起きた丘珠ヒグマ事件とほとんど同じ場所にヒグマが出没しまして、軽傷ではあったんですけれども、4人の方がね、熊に怪我をさせられてしまったようです。はじめに言っておきますと、この動画では、ヒグマを駆除するなんてひどいとか、もっと早く殺処分するべきだったんだとか、どちらか片方に偏るような意見を言うために投稿したものではなくてですね、今回のヒグマはどこからどうやって来たのか、また、どうしてこんな札幌の都心部まで来てしまったのかっていうことを、元ネイチャーガイドである私の立場から客観的に見て、皆さんと一緒に考えてみるっていう動画になります。あくまでもね、その私は専門家ではありませんので、100%絶対にそうだよっていうわけではなくて、一般人の想像の域ですよっていうことだけご了承ください。さて、では、話す内容のご紹介なんですけれども、この動画では、まず札幌にね、住んでない方もたくさんいらっしゃると思うので、札幌と熊の基本情報を話した後に、どこからヒグマは来たのか、どうして市街地に出てきたのか、どんなヒグマだったのか、街中でヒグマに会った時どう対処すればいいのか。で、最後に、全部話したまとめっていうので、この5つを皆さんと共有していきたいかなと思っています。でね、今回の動画は結構解説調のやつなので、長くなると思うんですよね。だから適度に休みながら、時々暇な時にでもゆっくりゆっくりと進めてみてもらえればなっていうふうに思います。では、動画に入る前にですね、今回、こうやって話すにあたって、参考にしている資料の方を紹介させていただきます。まずね、論文の方が2つ。まず1つがですね、こちらが亀田さんという方がね、書いていらっしゃるヒグマをめぐる札幌市民の意識の変化っていう論文が一つと、あとですね、こちらの論文シンポジウムの特集なんですけれども、知床財団の方が書いてらっしゃる、知床のヒグマと人の関わりの現状と課題についてっていう、こちらの二つの論文をね、参考にしています。結構この二つの論文ともね、かなりよく書かれた論文で、調査されてるのは10年前なんですけれども、10年前の札幌市民の方は熊に対してどういうふうに考えていたのかなっていうのを知るためにとても参考になる資料でした。そしてですね、一般的なヒグマの生態なんかについての資料に関しては、こちらの本を、ちょっと著作権の関係で表紙全部写せなくて申し訳ないんですけれども、ヒグマ学入門っていう本を参考にしています。で、この本はですね、かなり詳しく書かれてて、正直入門っていう言葉がついてるんですけれども、専門家にとっての入門なのかなっていうぐらい、ものすごく詳しく書いてあって、多分この本をね、日本国民全員が見たら、ヒグマの問題なくなんだろうなっていうぐらい、しっかりと書かれてる本です。あともう一つね、ちょっと古い本なんですけれども、新版のね、ヒグマっていう、この本を、参考にしています。はい、では、じゃあちょっと長くなってしまって申し訳なかったんですけども、では動画の方に入っていきましょう。はい、それではね、まず今回ね、札幌市に出たっていうことで、札幌市は200万人近い人がね、住んでるってことでも有名な、結構大きな都市なんですけれども、北海道にしかヒグマっていないので、そんなところに、そんな都市部にヒグマが出るのって思った人も多いかもしれないんですけれども、実は札幌にヒグマが出るっていうことは、至って普通のことで、札幌市はですね、60%近くがヒグマが住む森林地帯になっています。なので、今回は、ちょっとびっくりしたのは、都市部に出るっていうのは滅多にないんですけれども、毎年のように普通にヒグマっていうのは札幌市でも出ることがあるっていうことは覚えておいてください。でね、これは1の方にもつながっていくんですけれども、実は丘珠周辺っていうのも
今でこそその建物がね建ってたりはするんですけれども、基本的には人が住んでない農地だとか、あと森林地帯だとかが広がっていて、ちょっと上に行ったところから札幌市から江別市っていうところに移るんですけれども、江別市にも普通にヒグマはいます。他にも例えば有名どころだと新千歳空港の近くにもいますし、旭川の方とかにも普通にいます。なので基本的にはね、うまいこと人と、ヒグマの領域が分かれてて、めったにそのヒグマは自分たちの場所からは出てこないよっていうようにはなってるんですけれども、ちょっと山菜採りだとかね、釣りだとかで森の中に入ればヒグマに会う可能性っていうのは北海道はもう基本的にはどこでもあるっていうことですね。はい、では基本情報の方はこんな感じにしまして、まずはどこから来たのかっていうことなんですけれども、北海道の札幌市で、熊が一番住んでるところは南区っていう、今地図がね出てると思うんですけれども、下の方なんですね。で、さすがにこの南区の方から来るっていうと、他にもその市街地をたくさん通らなくてはいけなくて、まずそのここに来る前に誰かに発見されてるはずなので、南区の方はないなっていう感じです。で、同じように、ここも同じくいるんですけど、丸山方面だとか、藻岩山方面ですかね。の、こっち側の、西の方っていうんですかね。こちらか、側から来たとしても、大体都心部通るので、誰かしらが発見して、丘珠に来る前にニュースになってると思うんです。っていうことは、ヒグマが来るコースとしては、上か右っていう風になりますね。で、どちらもですね、だいぶ候補的には、可能性が高いところでして、上から来るとすれば、上の方には石狩川が流れてまして、そこからいろんな支流が分かれてるんですけれども、その川伝いに来るっていうことは一つ考えられます。現に、丘珠周辺にもこの石狩川からの支流が一つ流れてきているので、そこの川沿いを、歩いてきた可能性はあります。で、私はですね、個人的に思ってるのは、のっぽろ自然公園の方から来たんじゃないかなっていうふうに思っています。で、今地図で見るとわかる通り、のっぽろ自然公園って、ものすごく丘珠に近いんですよね。で、酪農学園大学が、以前調査した結果からすると、普通にのっぽろ自然公園にはヒグマがいるようです。YouTube ね、皆さん今私の動画 YouTube で見てくださってると思うんですけれども、のっぽろ自然公園ヒグマみたいな感じで検索すると、ヒグマが自動撮影カメラの前でね撮影されている動画が出てきます。そんな感じで、実は丘珠から13キロぐらいしかない距離のところにヒグマっていうのはいるんですね。なので、私個人としては多分こののっぽろ森林公園から農地とか工業地帯自体に夜のうちに移動してきて、で、たまたまその見つかったのが住宅街の周辺になったんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。で、次ですね。どうして市街地に出てきてしまったのか。よくね、餌がなかったりだとか、人間に住みかを追われてたとかっていうのを聞くと思うんですけれども、実際に今、これだけ開発が終わった後に、人による森林の伐採で、ヒグマが住むほどの森林環境がなくなってるっていうことは、もうほぼほぼないと思うんですよね。で、そもそもですね、今の時期、この6月ぐらいの時期っていうのは、ヒグマのオスがメスをめぐって、自分のね、子供を作るためにメスをめぐって、オス同士で激しく縄張り争いをする時期なんですね。今回のヒグマっていうのは見た感じは、完全に成人してるクマっていうんですかね、子供のクマではなさそうな大きさだったので、おそらくは、他のクマ同士で縄張り争いをして負けてしまって、森の中に入れなくなって、要は簡単に言うと弾き出されたクマだったんじゃないかなっていうふうに思います。一般的に言われるような餌がなかったとか人間の開発のせいでとかっていうわけではなくてですね、今の時期すごい餌も豊富にある時期なので、
まあ、単純にその熊同士の縄張り争いに負けて弾き出されてしまった熊なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次にね、どんなヒグマだったのかなっていうことを、先ほどねちょっと話した中にも出てきたんですけれども、多分見た感じは成人のクマです。大人のクマですね。子供のクマではないです、大きさ的に。で、まあオスかメスかっていうのはもう映像だけではわからないんですけれども、ニュースのね動画とか YouTube でも上がってるんで見てもらえればなと思うんですけれども、正直もうかなりパニックになってましたね、クマの方が。これはまあちょっとね、しょうがないっちゃしょうがないのかもしれないんですけれども、かなり報道関係者の車だとかに追いかけ回されてて、車道にね飛び出していく動画とか撮られてたんですけれども、あれなんか完全に報道関係者の車から逃げるために車道に飛び出してるんですよね。街中に出てきてしまって、まあ、帰ろうにもどこにも帰れなくなって、完全にパニックになって慌てふためいてるっていう感じのクマでした。まあ、かわいそうって言えばねかわいそうなんですけれども、もう何人かのね人に怪我を負わせてしまったりだとかで、ここ結構重要なところなんですけれども、ゴミを漁ってたらしいんですよね。でもう人のゴミを漁ってしまったクマっていうのは、基本的にはいずれ人を襲うクマに化けてしまうクマなんですよ。だからもうそうなってくると、正直その登下校の時間だとか会社に行く人たちのね時間とかっていうのとも出没時間が被っちゃってたっていうのもありますし、だいぶね都心の中に人の世界に入ってきてしまってたので、まあ正直駆除の方はしょうがなかったのかなっていうふうに思います。街中でねヒグマに会った時ってどうすればいいのっていう話なんですけれども、もちろん皆さん直感的にわかるかもしれませんけれども、街中で熊鈴鳴らしててもヒグマはどっかに行ったりはしません。あんだけパニックになってる熊っていうのは私たちと同じで逃げ回りますので、今回ね軽傷の方ばっかりだったっていうのからもわかると思うんですけれども、もともと人を襲うために人里に降りてきた熊ではないんですよね。だからまあ直接対面してしまったらしょうがないと思うんですけれども、例えばその襲われた自衛隊の方なんかはヒグマが目の前に出てきたら絶対やってはいけないっていう、まあ、背中を見せて全力疾走で逃げてたんですよね。それはもうしょうがないです。もうそういうものなんです。目の前にヒグマなんかいたら全力疾走で多分逃げるものなんですよ。ただまあそれでヒグマが反応してしまってその方の方に行ってちょっと怪我したりだとかっていうのが、まあ、今回はありましたね。で、まあもしその皆さんがめったにあることではないんですけれども、街中で目の前にヒグマが出てきた場合っていうのは、もうすぐに、もうどなたの家でもいいから、入れてもらった方がいいです。例えば、まあ、車の上に乗っかるだけでも全然違うと思います。向こうはもう逃げ回りたいだけなので、それこそもう本当に人を襲うために出てきてるクマからは、まあ、それでもどうなのかなとは思いますけれども、普通にああやってパニックになってる逃げ回ってるクマから、身を守るためだったら、まあ人ん家の車に登ったりだとか、まあ一番いいのは家の中に入れてもらう。もうしたらもう絶対に怪我なんかしませんから、まあそういうふうに落ち着いてね行動できればいいのかなと思います。これに関してはもう私もできるかっていうのがまだ直接目の前で会ったことがないので、できるかなっていうとまあわからないんですけれども、知識としてね。街中でもしクマに会ってしまったら、とりあえず車の上よじ登ったりだとかすれば、まあ向こうがね本当に食べてやろうと思ってない限りは安全ですので、そういうふうに逃げてもらえたらなっていうふうには思います。はい、ではね、なんかすごいパパパッと話してしまって、ただただなんかこういうふうにね、その私が話してるだけの画面を見てて、ちょっと今回の動画は異質だなっていうふうに私も思うんですけれども、まあ、正直な話、まあ、私の家からヒグマを撮るために現場に行くことっていうのはできました。私もそのライブ映像を見てたので、どこにいるのか分かってましたし、そういうこともできたんですけれども、それをしてしまったらね、まあダメですよね。そういうアホな YouTuber になるつもりはありませんので、まあ、今回は申し訳ないその現場とかの映像とかはないんですけれども、まあ
今回のね、そのヒグマに関してまとめますと、まず、札幌に関してはヒグマっていうのは普通にいるよっていうことですね。で、どこから来たのかとかっていうのは多分今後もわかることはないんですけれども、その出没した丘珠空港の周辺っていうのは普通にヒグマがいる場所で、まあたまたま今回は、まあ理由はねわからないですけれども、ヒグマの領域から人間の領域に出てきて、まあ少なくともその人を襲うために出てきたわけではなくて、パニックになってしまってとにかく逃げ回っていたら住宅街の方に行ってしまったっていうヒグマだったっていうことですね。まあまあ街中とかでね、そのもし会ってしまった場合は、まあできるかはわからないと思いますけれども、とりあえず落ち着いて、まあ車の上に逃げたりだとかするだけでも全然違いますし、まあ車の中だとかね、他の人の家の中だとかね、にいたらもう 100% 大丈夫なんで、基本的には。なので、まあ、とりあえずはまあ落ち着いて、とにかく、その、目の前には行かないこと、あと、外に出ないことも大切ですね。っていうことを覚えておいてください。このチャンネルは、北海道を中心に、皆さんが知らない自然や歴史、ローカルスポットまで様々な角度から北海道を皆さんと一緒に探っていくことを目的としています。動画を見ることで皆さんがもっともっと北海道を好きになってもらえるよう頑張りますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。